魔法の縁。魔女とは、古いヨーロッパの俗信で、超自然的な力で人畜に害を及ぼすとされた、人間、または妖術を行使する者の,のことを指す。現代の人類学では非ヨーロッパ諸国の呪術に、シャーマニズムの概念を適用することがあるが、ヨーロッパの魔女や魔法にもシャーマニズムに通じる面がある、ことが指摘されている。旧石器時代の洞窟壁画には、 呪術しない思考義のシャーマンと解釈される人の姿が描かれており、呪術は有史以前に遡る人間と共に古い営みであると考えられている。現存する資料から伺われる魔女狩りの時代の魔女館では、魔女は多くの場合女性で、時には男性であったとされている。近代ヨーロッパ言語には男性の魔法使いを指す言葉も存在するが、 日本語では、真男という言い方は普及しておらず、男性系のソルシに、魔法使いという訳語を当てる場合がある。サバトに赴く魔女たち、ウルリヒモリトール、魔女と女予言者についての差し絵、愛の魔法冒頭で魔女の一般的な定義を与えたが、すべてに当てはまる、最大公約数的定義を示すのは困難である。ヨーロッパの歴史における魔女は、複雑な背景を持つ、 重層的な概念となっており、多面的な魔女像が存在する。古代や中世前期での原型的魔女ないし、魔法使いから、中世末以降に魔女論者たちが定式化し、色地層に広まった類型的魔女像、近世、近代の民間伝承やメルヘンの中の魔女像、19世紀以降に考えられたロマンチックな魔女像や、20世紀以降の新異教主義の魔女に至るまでの、 様々なものが魔女という言葉でくくられている。魔女の概念をなす要素の一つに、ラテン語でマレフィキウムと呼ばれた、加害魔法の概念があるとされる。充実的な手段によって他者を害することは、古代ローマ時代から刑罰の対象であった。中世ヨーロッパでもこのマレフィキウムに対する考え方は存続した。しかし、中世晩期の15世紀になると、 それまでの単なる悪い呪術師とは別用の悪魔と契約を結んでいた力を持って災いをなす存在という概念が生まれた。魔女とは悪魔に従属する人間であり悪霊との契約及び性的交わりによって超自然的な魔力や人を愛する難航を授かったものとされた。魔女裁判が盛んに行われた16世紀から17世紀の 近世ヨーロッパ社会において、四季像を中心に広まっていた、魔女観は、このようなものであった。欧米では20世紀後半以降、魔女と自己規定する人が増えている。その多くは、20世紀半ばに、ジェラルド・ガードナーが始めた魔女の宗教運動である、ウィッカや、これに類する新異教主義のウィッチクラフトの信奉者である。ウィッカを信奉する者は、ウィッチという言葉の持つ、 悪いイメージを嫌い、ウィッカンと呼ばれる。ウィッカや、これに類する神秘教主義のウィッチクラフト諸派は日本で、魔女衆とも魔女術とも呼ばれている。15世紀から17世紀にかけてのヨーロッパ諸国において、多くの人々が魔女の権威をかけられ、世俗の裁判や宗教裁判によって処断された。当時魔女は、悪魔と交わり特別な力を授けられ、 悪天候をもたらしたり、人間や家畜に害をなすと信じられていた。特に女性と限られてはおらず男性の魔女もおり、どちらも英語では同じウィッチという語で表された。魔女は、勢族の裁判官や、教会学者によって絶造されたものであるとする説が19世紀に登場した。しかし魔女とされた人々の一部は何らかの異境的、または、 異端的な法上儀礼を実践していたという説もある。15世紀に書かれた魔女を求断する書物の中でも、ドイツの異端新聞館によって表された魔女の土は魔女狩りの手引きとして特に有名である。同書は15世紀の印刷革命に乗じてヨーロッパ諸国で広く読まれ、ドイツにおける魔女裁判の本格化に寄与したとも言われている。もっとも魔女狩りが本格化したのは、 同書の出版の一世紀後のことであるから、同書と魔女狩りの激化との関係は明白ではない。魔女狩りの世紀であった16世紀から17世紀には、フランスの法律家、ジャンボダンの魔女の悪魔表意をはじめとして、魔女妄想を煽る悪魔学書が多数出版された。一方、ドイツの石用販売ヤーは、悪魔の言惑を表して、魔女裁判に異議を唱え、イギリスのレジナルド・スコットは、 妖術の暴露を書き、魔女の妖術とされているものに対して会議的な見解を示した。実際に魔女と名指しされた人たちが、どのような人々であったかについては、地域や個々の魔女裁判によって異なるため一般化するのは難しい。告発された人は女性とは限らなかった。裁判記録に基づく統計によれば、西欧では概ね女性が多い傾向にあったが、北欧では、 男性の方が多い地域もあった。多くの地域で犠牲者は貧しい仮想階級の人々が多く、高齢の女性が多い傾向にあった。時には比較的身分の高い人や少年少女が魔女とされることもあり、様々な種類の人々が魔女として告発された。集団的な妄想の犠牲者やマイノリティ、同性愛者や貫通者、隣人の恨みを買った人たち、悪魔つきなどがいた。 賢い女性たちといわれる民間療法の担い手、正規の医者ではないが、医者の代行を務めた、今でいう助産師のような人たちが多かったとの説があるが、学術的には受け入れられていない。悪魔学者たちはサンバを魔女として休断したが、実際には裁判記録に見られるサンバの数は、決して多くはない。また、民間の治療師や占い師である白魔女も、少なくとも、 イングランドの裁判記録を見る限り、ことさらに、告発の対象になったわけではないようである。旧約聖書には、呪術や口寄せを断罪する記述がいくつかあるが、魔女狩りの時代にはそれらは、当時の魔女のイメージに合うように解釈された。例えば、デイエジプト期の中で、立法を述べた22章第17節には、女呪術師を生かしておいてはならないということが、記されている。この、 女呪術師のヘブライ語はメハシェファで、呪術を使う女と解されている。この箇所が、禁帝約聖書では、魔女を生かし置くべからずと翻訳され、魔女迫害の正当化の根拠として、引き合いに出された。記録として残された、魔女裁判の統計調査結果からすると、地域や年代によって差はあるが、一部の地域では、ほぼ完全な裁判記録が残っているが、 法的手続きを踏まない民間の魔女迫害については、どれほどの事例があったのかも今日では知り得ず、調査対象とならない。その中でも、アイスランドやモスクワなど、男性の方が多い地域もあったことや、魔女狩りの早期であった15世紀頃には、男性もかなり含まれていたことは、注目に値する。現代一般英語としてのウィッチの用法は、ロングマン英語辞典、オックスフォード英語辞典。 ケンブリッジ英語辞典、ウェブスター辞典いずれも第一項目に、エーウーマン風とあり、ウェブスター辞典のみ、第二項目の用法として、エーパーソン風とあるので、女性に対して使われるのが、一般的だが、ごく稀に性別を限定せずに使われるようである。外役をもたらす妖術には関わらない、白魔女も存在した。彼、彼女らは、イギリスで、器用な人、フランスで、 占い試験病気直しなどと呼ばれた。民衆は白魔女を信頼していた。教会学者は白魔女を魔女の同類とみなし、白魔女の占いや治療行為を非難したが、イングランドの裁判記録では白魔女の関係する訴訟はかなり少なかったことがわかっている。魔女にあたるドイツ語の一つはヘクサで13から14世紀から使われ始め17世紀に 普及した比較的新しい言葉であるが、その語源は一説には10世紀頃の古語ドイツ語、ハガズッサであると言われる。ハガズッサは、ハグとズッサの合成語で、女にわしや、境界に身を置く半ば悪霊的な存在を含意する、垣根の上を飛ぶ女と解釈される。魔女の土中では、魔女は、マレフィッサ、マガなどとして言及されるが、ソルタレガという言葉も用いられている。 ラテン語のセルスから、ソルタリジアス、ソルタリジアム、コフランス語のソルシが派生し、フランス語では、現在もこれを引き継ぎ、女性の魔女、魔法使いは、ソースイ男性の魔女、魔法使いは、ソルシと、性が異なるのみで同じ単語を用いる。魔女の使い魔せ用の童話などに頻繁に登場する、魔術、呪術、妖術などを使う女性の大抵のイメージは、 鍵花の老婆が黒い三角棒、黒マント姿で、大鍋でトカゲなどを似ているというものが多い。このイメージは魔女狩りの歴史の中で固まったと言われている。現代のファンタジー小説、テレビドラマ、映画等では、蒸気のような伝統的な意味での用法ではなく、魔法使いの女性系の意味で使われている場合が多い。作品によっては、魔法使いに大切なことのような、 ある程度現実的な世界観もあるが、こと魔法に関しては全く現実から浮遊したもので、ある場合がほとんどである。日本のアニメには上述した魔法使いに大切なこと、魔女の卓球便、魔女っ子メグちゃん、おじゃ魔女ドレミ、魔法少女マドカマギカなど、魔法を行使する少女、魔法少女を主人公としたパターンがしばしば見られる。また、本来の魔女も怪物くんや、 ゲゲゲの鬼太郎のゲストキャラや敵キャラとして登場し、また前日の魔法少女アニメでも魔法少女の師匠にあたる役割で登場することもある。魔女を題材とした海外ドラマには、チャームド魔女三姉妹、奥様は魔女、サブリナなどがある。フランシスコデゴや魔女のサバと悪魔とそれを崇拝する魔女を描いている。魔女狩りの時代には、 魔女とは悪魔崇拝のセクトだと考えられていたが、18世紀にはそのような考えを支持する知識人はいなくなっていた。しかし19世紀の第二四半期頃から魔女のセクトは実在したのだと論じる学者たちが現れた。ノーマン・コーンの推察によると魔女の宗派がかつて実在し、それは前キリスト教的な異教に由来するものであったという説を先駆的に唱えたのは、 ドイツの警報学者、カール・エルンツとヤールケである。ヤールケは1828年に、魔女宗教とは古代ゲルマンの自然宗教が民衆の間に密かに生き延びたものであり、それがカトリック教会によって悪魔崇拝と解釈されたのだと論じた。1839年には歴史学者のフランツ・ヨーゼフ・モーネが別の説を唱えた。それによると、魔女宗教とはかつて、 国会沿岸にいたゲルマン人がヘカテイ崇拝やディオニュソス崇拝と接したことで生まれた地下宗教なのであった。ヤールケモモーネも熱心なカトリックであり、彼らが実在したと考えた魔女の秘密宗教は邪悪なものでしかなかったが、これとは逆に仮想民に対する共感を持って魔女像を思い描く人物も登場した。それがフランスの歴史家ジュール・ミシュレである。 カトリック教会と絶対王政の両方を批判していた旧神派のミシュレは1862年に魔女を出版し、魔女宗教は上層階級によって支配されたカトリック教会に反対する農民が中心だったと主張した。ミシュレは魔女は主に女性であり、彼女らは現代的な医学の基礎知識を持つ偉大な治療者であると述べた。彼は彼女らが時代ともに、 キリスト教徒が思い描く悪魔と似た姿になったパーンを崇拝していると考えた。アラディア、あるいは魔女の福音の1899年のカバー。チャールズ・ゴットフリー・リーランドは19世紀後半にヨーロッパを訪れミシュレの説を支持したアメリカのジャーナリストで民族学者だった。1899年に彼はイタリアの魔女の神聖な文書であるというアラディア。 あるいは、魔女の福音を出版した。この本は、幽閣神には言及しなかったが、ルシファーと呼ばれる男性神だけでなく女性神、すなわち女神、ディアーナについても言及した。ミシュレは、魔女のサバとは法上信仰に由来していると考えたが、西欧の魔女宗教を表した、イギリスのエジプト学者、マーガレット・マリも、また魔女と法上信仰を結びつけた。 この説の支持者によると、キリスト教徒が悪魔と呼んでいたものは角を生やした、法上神であり、魔女宗教はこの神格に礼拝するために集まっていたが、それは、キリスト教徒によって、サバトと呼ばれ弾圧されたということになる。このような説は文学に影響を与え、ジョン・バカンやロバート・グレーブスのような作家の作品に採用されている。また、 20世紀半ばのイギリスで発症したネオペーガニズムの新宗教である一家の起源に多大な影響を与え、彼女らは自分たちが異教的魔女宗教の生き残りであると主張している。1960年代以来、カルロ・ギンズブルグなどの学者はヨーロッパの民族文化におけるキリスト教以前の宗教の名残が近世における妖術のステレオタイプに影響を及ぼしたと述べている。 ヨーロッパにおける近世洋実信仰の専門家は、マーガレット・マリの学説を疑似的なものとみなしている。当時魔女として告発され、処刑されたものは、魔女宗教なるものが、キリスト教以前の土着の宗教であれ、悪魔的宗教であれ、何にせよいかなる魔女宗教の聖員でもなかったという、学術的合意がある。批評家は、この理論は、極度に選別された。 裁判の証拠に依存しており、被告人と原告人の双方の事象及び行為を著しく虚偽表示させていると述べている。また、告発された魔女の主張が真実であり、脅迫や拷問によって歪められていないという誤った前提に依拠しているとも指摘されている。新異教主義の一種である魔女衆は、魔女は古代の異教を伝える人々であったという思想を前提に、 魔女の信仰と知恵を復興させ現代に実践しようとする宗教運動である。1951年にして魔女禁止令がようやく廃止されたイギリスで魔女の宗教集団に接触し教えを伝授されたと主張するジェラルド・ガードナーという人物が魔女の宗教についての一連の著作を執筆するなどの活動を通じて魔女の宗教を復活させようとした。現在では 学問的価値がないとされているイギリスのエジプト考古学者マーガレット・マリーの魔女の宗教に関する学説や儀式魔術の儀式様式などを取り入れて創作されたものとも言われている彼の魔女宗教は当初ウィッチクラフトと呼ばれ後にはウィッカと呼ばれるようになったウィッチクラフトを単純に和訳し魔女術と呼ばれることがあるその場合は単なる術つまりおまじないや 呪術の総称と言える。対して、キリスト教以前に存在した、ヨーロッパの多神教の復活であるという思想を有する、ガードナーに始まるウィッカや、これに類する死に教主義のウィッチクラフト諸派は、信仰的側面を持っているため、ウィッカ州、魔女州と訳すのが望ましい。魔女州は、オカルト趣味とは異なり、欧米で認められている宗教の一つである。ウィッカを信奉する魔女は、 差別的な意味合いを負わされてきた英語のウィッチという言葉をこのまずウィッカンと称することが多い。魔女衆の魔女たちは魔女をキリスト教の悪意によって魔女とされたキリスト教以前の古き宗教の神々の崇拝者である年女神や遊郭神を崇拝する。現代の魔女衆の復興に大きな影響を与えたジェラルド・ガードナーが儀式魔術の要素を導入したため、 儀式魔術と同じようなものとして語られることがあるが、魔女衆は宗教であり、魔術とは異なる。むしろシャーマニズムや神道と同列に語られるべきものである。欧米における魔女衆の魔女たちは、伝統的には13人、しかし実際にはもっと少ない人数の実践グループ、過分に所属するか、もしくは一人で活動する。魔女衆の中には、 スカイクラットと呼ばれる全裸で儀式を取り行うグループがあり、スキャンダラスに取り上げられがちであるが、ヌーディズムのヌーディストクラブの例を見るまでもなく、全裸の作業が性的な乱れにつながることは一部の不心得団体以外にはない。西洋絵画では伝統的に魔女は裸で描かれることも多く、レオルイックビーは今日の魔女集の一部で行われる裸の儀式について、 こうした絵画の影響が関係していると指摘している。全米魔女協会により公認されている魔女カメリア、マキによると、魔女が黒い服を着ることが多いのはかつて迫害された、時代に安全を確保するためだったからであり、魔女の本来の清掃は全裸であると述べている。魔女主の最高指導者の一人、ドリーンバリアンテも、伝統的に魔女の清掃は裸体であると述べ、儀式中に裸でいることの意義を強調した。 ここで言う、異教及び、一端という言葉は、キリスト教からの非中立的観点を前提にしていると言えるが、ヨーロッパの歴史について書かれた書籍では、必ずしも否定的な概意を伴わずに、慣習的に用いられているので、本校でもこれを踏襲する。ブルガータや、近帝薬聖書では、第十八節、篠田光一郎役、岩波文庫。ありがとうございます。